こんにちは、速稼塾の子です。メンタリストの DAIGO さんって方がね、とっても面白いパフォーマンスやいろんなトークで楽しませてくれたりとかね、してたわけですけども、ちょっとした違和感をずっと感じてたのが、なんとなく今ね、分かってきたというか見えてきたんで、私なりにちょっと振り返ってるところなんですよね。まあ、DAIGO さんの全部が嫌いってわけではないんですけども、どうもね、DAIGO さんの動画とかね、お話っていうのは確かになと思う反面、ものすごくね、人を嘲笑してるんじゃないかなっていうふうに、昨今の発言ではね、感じ取れるところが多かったりするんですよね。まあ、これは私が勝手に感じてるだけなんで、私一人の意見だと思いますけども、まあ、DAIGO さんってね、幼い頃自分はいじめられてましたみたいなことを、やっぱりね、これね、みんな言い出すんですよ。自分は昔いじめられてましたみたいなことね。なんでこれ自分の過去がいじめられたところから、ストーリーを始めちゃうのかなと思うんですけど、まあそれは人それぞれ振り返るところがあってね、いいと思いますんで、そこを責めるところではないんですけども、まあ本当に DAIGO さんがいじめられていたとしたら、どんなことをされたらね、嫌な思いになるかってことは誰よりも熟知してるはずなんですよ。それをね、どうもね、私の違和感っていうのは、今他者に対して使い出してるんじゃないかなって気がするんですよ。しかも巧みにですよ。まあ、そんな悪いことをね、考えなくてもいいのかなと思いますけども、どうも DAIGO さんね、その本音が出始めたんじゃないかなみたいなことが、昨今ポロ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 と、まあ、話題になってるところもあるし、話題になる前からそれはないんじゃないのみたいなところと、まあそう思うんだったら DAIGO さんの発言なんてもう聞かなければいいのになっていうところがあったりとかして、まあまさにね、DAIGO さんの発言を聞かない方が今増えてるんですよね。尊敬するところとかも当然あるんですよ。当然あるんですけども、尊敬するところが多くなって影響力を持って世の中に多くの、ファンを抱えていればいるほど、その責任はね、だいぶついてくると思うんですよ。この責任というのはどっかに明示されているような会社組織みたいなね、そんな責任ではないんですよ。人と人との感覚の中でなんとなく共通認識として生まれてしまうような日本人的な感覚です。まあ、ですんで、そんなね、古いこと言ってもしょうがないよって言われればその通りなんですけども、現実に存在するこの感覚ってのは、人間は感情とか感覚の生き物ですから無視できないところだと思うんですよ。理屈でいけばですよ。理屈でいけばこんな感情論で、人をうがった見方するべきではないんですけども、でも人には感情があるのは事実ですからね。感情がない人間なんて誰もいないですから。っていうことは、感情論っていうのはものすごく正論だとも言えるんですよ。だからこういうふうな話し方をすると、まさに DAIGO さんのいつもの論調で、人が反論できないような前提を作り上げてから自分の言いたい放題を始めるっていうところが、まあ使えていくってことなんですよね。まあ DAIGO さんでも本当にチャーミングでいい方なんですよ。ヘアスタイルもね、焼きそば頭っていう人がいますけども、そんな責めるところはないと思いますしね。大方は愛すべき人だと思いますけども、ただちょっとね、いやらしいところが、いい人だからこそ引き立っちゃうんですよね。で、今この特定の人を言葉巧みにすごく責めてるんではないかなというふうに思っちゃうんですよね。受け取り方はいろいろなんで何とも言えないですけどね。やっぱこう、自分を守るために他者を攻撃し始めたっていうのは DAIGO さんらしくないなと。でも DAIGO さんらしいっていうのも、私が勝手に作り上げた DAIGO さん素敵みたいなイメージですからね。で、素敵じゃないところもあって人間なんで、まあそういうところがあってもしょうがないよねと。必ずしも本性を見せたなっていうところまで言うつもりはないんですよ。そういう部分があってもしょうがないなと思うわけなんですよ。ただ肝心なタイミングでそれを使うと、思った以上に、DAIGO さんを貶めることになるから、非常に残念だなと思いますよね。なんて言いますかね、ツイッターをちょろっと眺めてみるとね、DAIGO さんに対して以前は好きだったけども、ちょっと見損なったよみたいなコメントもね、見ることができるんですよ。例えばこんなキーワードがあります。昔は神のように DAIGO を崇めていたのに、この手のひら返しには笑えるっていうようなね、こともありますよね。これはね、おそらくですね、立花隆さんが DAIGO さんのことを評価したのが全く今違ってるよねってことだと思いますけども、やっぱ人ってね、そういうもんなんですよ。見えてない部分が見えてないうちは、DAIGO さん素敵なんですよ。でも見えてないところが見えてきたら、おいおい、DAIGO さんよ、やっぱちょっと変わってきたよね。もしくは、本当はそっちが本物で、今としては DAIGO さんと仲良くする気持ちはないよ、と。
当時も深入りせずにしてよかったかなみたいな感じで、見えてない部分が見えてくると人の気持ちって変わっていくんですよね。うん、逆にですよ、見えてない部分が見えてきたから、え、見直したよみたいなこともあるわけですよ。だから必ずしも今回立花隆さんが意見をくるっと変えたから、立花さん何やってんのってことはなくって、人っていうのはやっぱり付き合っていくうちにだんだん見えてくるところと、それから変化して見直す部分とっていうのがこうごちゃ混ぜになるわけですよね。ですから今後、まあ、ひろゆきさんと堀江貴文さんが和解する可能性も別にゼロではないですしね。それから大悟さんがまたね、立花さんと仲良くなっていくっていう図も描けるわけですよ。ただ私たちファンが立花さんと大悟さん終わったみたいなことでどん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 ね、あの修復を望まないような雰囲気やツイッター上での世論を作り上げれば、私たちがそれを邪魔することにもなると思うんですよ。まあ、ですんで、まあそういう瞬間もあるよねってことで捉えていくことと、自分の気持ちも勝手な思いを言わせてもらえればね、今大悟さんはちょっと嫌な面が自分には見えてくるけども、でももともとはいい面を見ていたんで、どういうふうな着地を迎えるかわからないけども、これをもとにね、自分はどうなのかなってことをよく見ていかないとなと。確かに自分は大悟さんほど人を引きつける魅力はないですと。そういう面では大完敗ですよ。うん。だからそこを自分の成長材料にすればいいのかなと思うんですよ。誰かのね、たくさんの功績があった人のちょっとした汚点を続くことによって気持ちよくはなるでしょう。でもそれは結局大悟さんが、そしてひろゆきさんが常々放送している論法と同じなんですよ。同じだからダメってわけではないですよ。じゃあ最後にどんな論法かちょっとお話ししましょうか。それはですね、世の中で自分が不合理で不条理で虐げられてきたって人の代弁をするっていう形でひろゆきさんのトークっていうのが受けるんですよ。大悟さんのトークっていうのが受けるんですよ。まるで大悟さんとかひろゆきさんのトークを聞いてると、自分の代わりになんか世の中をやっつけてくれたみたいなね、感覚になるんですよね。そういうふうな自分の代謝行為として復讐代行してくれるような、その論破力っていうんですか、トーク力がある、説得力があると、大悟さんのトークっていうのはまるで自分のトークのように思えてくるんですよね。ひろゆきさんの誰かね、既得権威者をやり込めてしまうような論法っていうか論破力っていうのが、まずで自分が言ってたかのように錯覚するわけなんですよ。だから大悟さん好き、ひろゆきさん好きみたいな感じでますます見ちゃうし、自分に言葉にできないわだかまった表現っていうのを代わりにしてくれるからスカッとするんですよね。でもやっぱり現実はそういう人たちから、この信頼とかね、影響力とか、時には金銭っていうのを悪い言い方すれば搾取されてるわけなんですよ。つまりそこをね、掘り込んですごく嫌な言葉を使って言うと、貧困ビジネスの最たるものがひろゆきさんだとかね、大悟さんとも言えるんですよ。まあここまで言っちゃ意味も蓋もないんですけどもね。まあ貧困ビジネスがダメだったら富裕層ビジネスでもやれってことなのかと思っちゃって、それはそれで批判浴びるじゃないですか。でこの日本っていう国っていうかね、世界中の国っていうのは結局貧困ビジネスの逆をやってますから、金持ちからガッポガッポお金取ってますからね。すごいですよね。だからね、青汁王子なんてのはね、ものすごい課税をかけられた上に脱税容疑で、起訴までされちゃってね、めったくそですよね。で高額納税者ほど国税が入る可能性が高いっていう、このパラドックスですよ。だから国っていうのはまさにね、貧困とかじゃなくって強者に対してビジネスを仕込んでるんですよ。金持ちからどんだけ搾取できるかってことを常々考えてるのが、この国のビジネスです、ね、富裕層ビジネスです。で民間レベルでやってる人っていうのは本当はね、どうなのかなって色分けはできないですけども、貧困ビジネスっていうのがね、民間から生まれてるなってところがありますよね。でつまりね、この貧困って方を救わない国家、ね、金持ちばっかりに目を向けて貧困を救うべきところに目を向けてない国家っていう体制が民間レベルの貧困ビジネスを間接的に生んでるんじゃないかなという気はしますよね。そもそも貧困ってものが存在しなければ貧困を狙うビジネスなんてないわけですから、貧困を放置している国の責任は重いんではないかなと考えますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。